ミニプッシュについてご紹介いたします。ミニプッシュはプッシュボードにビーズを通したピンをプスプスと刺すだけで立体アートを作ることができるキットです。それではパワーポイントをお願いします。こちらなんですけど、現在約20種類以上の絵柄が販売されています。今年の5月下旬には新しい絵柄が6種発売されます。この度新発売ミニプッシュでは新しい試みを取り入れました。それは投票です。26種類ある候補の中から皆様に投票で選んでいただき、上位6位を新絵柄として決定しました。お願いします。投票にご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、それではミニプッシュといえば、もう一つ昨年9月に発売されました私のミニプッシュを皆様はご存知でしょうか。私のミニプッシュはキット2種、オリジナル1種があります。ここからは私のミニプッシュ最大の特徴であるオリジナルの楽しみ方をお伝えいたします。オリジナルは、次でお願いします。オリジナルはボード、シール紙、ピン4色がセットになっており、その名の通り自身の好きなイラストを印刷したり描いたりして好きなように刺して自分だけのミニプッシュを作ることができます。ここで一つ注意なんですが、こちらのセットにはビーズが入っていないので、お好きなカラーのマルショービーズをご用意いただくようになるので、よろしくお願いいたします。それでは楽しみ方その1の好きなイラストを好きなように刺すをご紹介します。ではパソコン画面を実際に動かしながらご紹介したいと思います。で、何か作りたいけどイラストが思いつかない、だけど刺したいという時にぜひご活用いただけたらと思います。で、今からご紹介するのが、特設ページに行く方法をお伝えしたいと思います。広報のウェブサイトから、私のミニプッシュのバナーをクリックしてもらって、こちらが、私のミニプッシュの、ウェブサイトになります。このサイトの上部にある無料イラストをクリックしていただくと、イラストの印刷の方法、そして下に下がるとたくさんの、絵が、出てきます。無料のイラストは不定期で追加されます。時々サイトの方に見に来ていただけたらと思います。そしてその2 の, 楽しみ方、その2、刺すのはシール紙だけではないです。こちらはセットに入っているシール紙だけでなく、家にある布を巻いてファブリックパネルを作ることができます。布をボードに巻く方法はこちらのサイトの上部にある作り方から見ることができます。こちらがちょっと画面を切り替えてもいただいても大丈夫でしょうか。私のはい、喜んで、はい、すいません何の声だ、はい、行ってます。はい、下部の方にですね、布を巻く方法が1と2があるんですけど、布を巻いて作った作品というのがこちらになります。このように布で巻くものと側面も全部包むことができるので、ファブリックパネルとして部屋に飾っていただけたらと思います。で、皆さんもぜひ自由にプスプスと刺して楽しんでください。それではミニプッシュの紹介を終わります。もう終わっちゃうんですか？
はい、終わります。ファブリックパネルはいいですよね、本当ね。ファブリックパネルすごく素敵ですよね、はい、はい、最近蒸しピンだけで欲しいってね、お客様からの声がたくさんあるって聞いてますが、そうなんですよ、はい、本当です。もう何件も来てます、早く、はい、動かないといけない、早く蒸しピンだけを発売しましょう。はい、そうですね、ぜひ、はい、皆さんぜひね、はい、ミニプッシュ、私のミニプッシュで、はい、紙の方もよろしくお願いします。これはキットです。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。